今回急な追加でしたけど今日一掃して疲れと大丈夫ですかそうですね、あのー、落ち着いて走れたと思いますここ平塚との相性はどうですかねそうですねまあ悪くはないと思います、はい、明日の戦い方をお願いします平君次くんの番手回らせてもらいます相性はどうですかねそうですねなんかいいイメージありますね 今日予選ちょっと苦しい展開になりましたけどねまあとりあえず4着までは突っ込んでいこうと思ってました今日一走した足の感じとはどうですかねまあ普通の感じですねここ平塚走った今日のイメージはどうですかえっと正月も来てるんでまあ着服的にはいい感じですね準決勝の戦い方を教えてくださいえっと俊太郎がいるんでまあついていきます 相性はどうですかね。まあ、それないと思いますよ。はい。今日、前を取れたのが大きかったんじゃないですか。そうですね。車番悪かったんで。前取れてよかったですね。ね準決勝、メンバーを見て、どう戦いたいなという感じですか。そうですね。ちょっと相手が強いんで。まあ、自分のできること。やってって感じです。ここ平塚走ったイメージはどうですかね。えっと、平塚ちょっと、苦手なイメージがあったんですけど。今日一着取れたんで。 まあ払拭できたかなと思いますやっぱり展開的なかましみたいなダッシュ系に持っていきたいと思ってますかね自分の持ち味だせたらと思います鈴木選手のかましついてみてどうでしたそうですね先行した牧田さんも強くてちょっともこもこしてるまくりだったんですけどまくり切ってもらえて本当に良かったです1年ぶりぐらいの一着なんで取れて良かったんでまあ、問題ないと思いますここ平塚の発したイメージとかどういう感じですかね そうですね。いつもなんか軽いイメージはあります。準決勝どう戦いますかね。地元の後ろに行かせていただきます。大チャンスですね。そうですね。精一杯頑張りたいと思います。今日のレーススタートを取れたのは大きかったんじゃないですか。あそうですね。まあ、ハブ君に S 取ってほしいって言われたんで取れて良かったです。平塚走ったイメージはどうですかね。ま軽くてあの走りやすいバンクだと思います。またハブ君と一緒ですけども、ね、ハブ君の。 イメージはどうですかねまあ強いんでもうついていくことを専念して頑張りたいと思います戦い方はどうですかねまあハブ君に任せてまあ明日の位置もまだちょっとまあ話してないんですけど決めて頑張りたいと思います今回不勝明けから2戦目のレースで今日初日でしたけど走った感じはどうですかねそうですね、えっとまあ、展開がああいう感じになったんですけど まあ悪くないかなと思います。バンクのイメージはどうですかね？そうですねは。初めて走ってるんですけど、僕は重たいかなと思ってます。風と気になりました。風も気になりました。どうしますかね？あ、そうですね。えっ、ー、とまあ,あの郡さんなんでまあ、しっかりえっ、ー、と力出して戦っていきたいと思います。だいたい1ヶ月ぶりのレースでしたけど、走った感じとどうでしたかね？まあ思っている。以上にあの気持ち的にも余裕持って走れてたので。 まあ、あの準決勝にもつながると思います。今日渡辺選手ついてみましたけど、イメージ的にはどうでしたかね。いやあのいつもレース見させてもらってますけど、まあ,あのしっかりいいレースしてますし、まあ、初めての連携だったんですけど、まあ、これからもっと連携増えれば楽しみだなと思いました。 準決勝の戦い方をお願いします。えー、自力であのー、しっかりとあのー、自分の持ち味出せるように頑張りたいです。しっかりラインで決まるようにえ整、ー、形走ります。応援よろしくお願いします。